ちは、ソルジャーセブンティシックス。私はアテナ。オーバーウォッチ訓練プログラムのガイドを務めます。さて、彼女はどこに？お待たせ。ヤッホー、トレーサーだよ。早速始めましょう。まずは視点を操作しながらトレーサーを追ってください。こっちだよ。いいですね。ではトレーサーの次の移動先にも視点を向けてください。ここだよ。それでは移動訓練に移りましょう。トレーサーの後ろを追いかけてください。トレーサーを追いかけてください。トレーサーについていきましょう。その調子です。ジャンプで段差を飛び越えてドアをくぐり抜けてください。じゃあね。射撃場へようこそ。光っている場所に移動してください。それでは戦闘訓練を始めます。画面左下に表示されているのがポートレート、つまりあなたの顔です。隣には現在のライフが表示されています。ライフがゼロになると死亡します。あなたのメイン武器はヘビーパルスライフルです。早速ターゲットを用意しましょう。画面中央の照準をボットに合わせ射撃してください。お見事です。そばにいる敵には近接攻撃も可能です。実際の敵はこう簡単にはいきません。少し難易度を上げてみましょう。ボットのように敵のシルエットは赤く縁取られています。お見事ですね。敵にダメージを与えると現在のライフ量が表示されます。ほとんどの武器は一定数の弾を撃つとリロードする必要があります。残り1体です。弾薬の状態は画面右下に表示されています。やりましたね。武器の基本は以上です。次はアビリティの使い方を紹介します。スプリントから始めましょう。まずは部屋中央の次はライフを回復するバイオティックフィールドを試してみましょう。実演のためあなたにダメージを与えます。ではバイオティックフィールドを使ってください。光っているエリアに入れば回復できます。このアビリティをもう一度使うには少し待つ必要があります。クールダウン時間はアビリティアイコン上部に表示されます。このライフルはヘリックスロケットを撃つこともできます。照準に向けてロケットの雨を発射するアビリティです。ロケットの爆発は付近の敵にもダメージを与えます。ターゲットを用意しました。ヘリックスロケットでターゲットを破壊してください。ターゲットに狙いを定めヘリックスロケットを発射してください。最後にあなたのアルティメットアビリティタクティカルバイザーについて説明します。アルティメットアビリティには戦いの流れを変える力があります。使用するには 100% チャージする必要があります。現在のチャージレベルは画面下部に表示されます。ボットにダメージを与えタクティカルバイザーをチャージしてください。ターゲットを自動で捕捉し攻撃をすべて命中させます。タクティカルバイザーを発動してボットを破壊してください。俺の目から逃げることはできん。目隠ししてるのか。タクティカルバイザーを再チャージします。
ボットを破壊してください。全ターゲットを破壊しました。俺の目から逃げる。では最後に目標の確保について説明します。現在の目標はマーカー A で示されています。開いているドアから明るく表示された線の中が目標エリア。エリア内に入ると目標を確保し始めます。確保状況は画面に表示されます。エリア内に敵がいると確保は中断されます。目標の確保に成功しました。次は他のプレイヤーとの対戦をお楽しみください。AI 相手の練習、チュートリアルの復習もできます。